また問題起きましたよ。大事故。大事故。駐車場置き場の前で、バイク事故絡んどるんじゃねえか、楽しみに。大型トラックついて。うわ行く。で、なんか3人で、なんか。ああ普通動画で知ったの動画で知ったっす。竹とか話したの何やったんだろうな。借金がまだ1週間後からなんで。そうです。なのに金取りに来て。もう先に金貸してくれ。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、お疲れさん。また問題起きましたよ。またうちでなんか問題ありました。大事故。大事故。バイク事故死亡。手俺に DM がめちゃくちゃ来る。なんか、塗り替え道場が関係してるって。なんか本当にちょっと誤解があるようで、なんかニュースめちゃくちゃ大きく出たらしくて、一応資材置き場の前で、バイク事故なの？なんなの？なんか、若い子たちのバイク事故。若い子？16歳か16歳。本当 DM がちょこちょこ来るんやって。お前も来るよ。来ます、来ます。うん。まぁ、ちょっとちらっと聞いたんですけど、もう全然うち本当に全く関係ない話なんですけど、なんか、絡んどるんじゃねえかって話が。話膨らんでます。目の前だ。どこでやった？いや、なんかニュースでしか僕も見てないですけど、うちの泊まの前の302沿いの、多分、ちょっとずれたとか分かんないですけど、うまくちゃんと映ってないですよね。あ、どこか？そうです。でも、飛島村って書いてあったんで。あ、でも本当に俺らのとこだな。もうあそこの一角だよな。なんか若者たちが3台か4台ぐらいが、なんか溜まってたところに、なんかパトカーが切って、あ、ほんで溜まってるで一緒の泊まだと思ったんか。そうだったかもわかんないです。で、なんか逃げたらしいんですよ。うん、でなんかでもそれうちの人間っぽいな。そうじゃねえか。まあまあ本当に誤解ないようにあれだけど、ドバで溜まったやつじゃないの？違う違う違う。もううちの人間ではない。知り合いでもないせん。知り合いでもない。で本当になんか溜まってたかわかんないですけど、そこになんかパトカーが来て、なんか逃げたらしいんですよ。バイク。警察が来て。そうそう。でなんかある一台がなんか逆走して。あ、面4で。あ、3番人で。逆走したところに、なんか大型トラックとついて。うわぁ行く正面衝突する正面衝突。うわで、なんかもうバイクのもう頭がもう変形して、もう潰れたとるんですよ。でも。うわぁぐっちゃぐちゃに。で、なんか、男の子と、なんか後ろに女の子乗ったらしくて、二人とも重傷。死んでない死んだまでは書いてないです。重傷って書いてある。で、それで運ばれたみたいな。だからなんか警察はなんか強くなんか追ってはないみたいな、なんかあるじゃないですか。あ、あるな。すぐ逃げるような感じの言い方。まあ、しょうがないよね。警察もよくニュースになるけど。まあ、俺はそっち側に若い子おったね。逃げる側に。うん、まあまあ、それは追いかけなあかんだろうって思うけどね。はい。いや、だけど、そういうのを見たことない人は、変な追いかけ方したんじゃねえかとか、言うけど、だけど追いかけになったらどんどん図に乗るしね、俺はもう。調子に乗るしね。そう。年が来るまでほっとくのかっていう話だけど、また若いやつが来るしね。来る。で、どんどんひどくなってくるじゃん。いや、僕も DM 来て気づいたんで。ほんと。俺もなんか変なの来とんなーぐらいな感じで。なんかこいつバカなこと書いてきとんかな。そうそう。たまにしか見んから、サオのニュースとかああいうの。ニュースは見たの新聞真ん中で。テレビで。YouTube で見れるようになったら見てんの。あ、マジ？飛島村バイク事故って書いてる。あ、マジ？リアル。あ、そんなうちがちょっと疑われたんか。あ、ほんとだ。これ見せていいんかな？今日ニュースになってるもん。事故。パトカー追跡中、バイクのトレーラーと正面衝突。興味ある方、見てください。リンクは貼らんけど。はい。パトカーから逃走中、バイクが2キロ逆走の後、16歳少年が。若いな。渋滞。あ、場所出とるじゃん。まあ。でも、ケツに女乗せるって、こんなことやっとったらあかんすよ。まあまあ、そういうのやったんで。あれけど、16歳なんかやっとったから。よく乗せてないです。そつか自分だけ僕もそのお前そうやって YouTube だからいい感じで言おうとするじゃん。マジですマジです。僕らも、うん、その暴走するときはもう絶対そういう、うん、暴走という言葉使うな。ツーリングね。ツーリングするときは自分が一人乗るか女は絶対乗せてない。その怖いじゃないですか。何かあったら責任取れないんだよ、後ろの人間。ああそういうことな。自分だけが何かあってもいいんですけど、うん、その人間が怖いんでできないんで。しっかりしようよ、やっぱ。お前やっぱり真面目だな。え、みんな、そう俺はやっぱそう、責任っていう言葉すら言葉すら知らなかったかもしれない。まだ習ってなかったかもしれない。高校ぐらいだろ、漢字が出てくる。責任っていう漢字が出てくるの。中学校で出てきますか。シャーとか。逃走とかそういう言葉漢字。他のチームとかツーリングあったりするじゃないですか。あ、まあ、僕ら絶対身元明かさなかった。ああ、タオル巻いてみたいな。そう、その顔とかもそうだし。うん、時代は同じなんだな。なんか昔とかってもうみんなでわしゃー、みんな仲良くわしゃーって撮ったんですけど、誰かが捕まると芋づる式に誰かいなくなるんですよ。ダーッしょるほんと、アホなやつ、
すぐ捕まる。マジで。アホなやつ。すぐ捕まる。マジでそういうやつお前みたいな。すぐなんかどっか行き止まりに行くとか。そうやな。すぐこけるとか。そいつらがすぐもういろんなやつの名前言っちゃうから、もう絶対それは防ぐために、絶対名前もわからなかった。ああ、まあそうだよな。その話はいいよ。まあまあそ、まあ、事故のことだね。まあ、あれ、まあ、本当にうちは全然関係ありません。うん、もうそんなことはないよ。もう、俺は、ヒデのこととか、あ、そういうことなんか言ってたら。あ、まあ、今年夏。最近面白いこと何やるで、なんか動画撮ろうかって喋ってたら。まあ、今年一番夏面白かった動画が、ここ3日前か4日前か分かんないですけど、なんかヒデたちと、ヒデっていうか、レイをなんか3人で、なんか、サムネがあなた、いじめましたみたいな。いじめ発覚。いじめ発覚か。はい、3人でいじめてましたみたいなもの見て、それ動画で知ったの？動画で知ったっす。そんな感じなんですか？しかもこれって同じ足場なんだよ。そう、営業とかだったら分かるよ。あれ、あんなことあったんですか？多分知ってんのが、あの3人とショーだけなんじゃないですか？あの3人とショーだけ。ショーはなんか相談受け取ったから。そのグループしか知らない。あとの他の人間は多分全員知らないです。なるほど。カントとかも、カントとかも。でもカントも僕がその見て、ドバの帰りに、お前の今日の動画見たって言って、なんすかって言って、あの、ちょっといじめみたいなやつ。あーとか言って、やばいっすよねとか言って。マジでそんな感じなんすか？やだー、お前ら、ちゃんと見てくれかい。見とんない、一応お前ら。動画。いつも、今日何やがっとるかな、社長みたいな感じで。だんだん、いじめって出てくる。いじめ？俺ら足場にいじめなのかあったのかなみたいな。サムネがな。本当にいじめとるじゃないですか。いや、あれはひどいぞ。じゃあ、ひどいっていうか、バカだよね、本当に。いや、本当にバカですね。なんて言ったの、タケとか話したの？言ったんですよ。だから僕、その、フィニー帰った時にドバに。お前、何やっとんのお前。真剣ですよ。お前、何やっとんのやばいだろ、お前。って言った。いや、僕はもう、それには触れないことにします、みたいな感じに。あ、タケが。そうそう、なんか、悪気もないんだよね、あいつらも。別にいじめてる感覚もないんだよね。ただ本当になんか、ヒデに空気入れられて、あいつ俺のことそんなこと言っとんのって、もうカーってなっちゃって、アホだよね、本当アホですよ。タケ、アホだ、お前。本当はちょっと言ったのかなと思ったんですよ。だけどなんかもう喋ったらなんか可哀想になってきて、タケが。タケなんか本当いいやつだな、岡部も。問題もあるけど。全員いい人っすよ、本当に。いいとこいっぱいあるから。いいかもしれないですけど、タケ27っすよね。ちょっと一番ね、岡部も24、4か5やったと思います。そんなやつらが19歳かなんか分かんないですけど、私がなんかとか、まずなんか、わちゃわちゃなっとる時点で、本当そうだよな。ちょっとあむきは、なんかあるね。あの、コメント欄が面白くなってました。面白くっていうか、100件以上来てなかったですか？めちゃくちゃ来てます、コメント欄が。最初見た時にパッと見たら100件ぐらい。結構伸びたな。かなり。あ、本当。小島以来。小島。あれも面白かったっすけどね。いや、メルは撮ったけど、まあ、捕まえて。で、動画撮ってないけど、あんまやばいよな、あいつ。まあまあ、期待を込めて、ね、構成を込めて、指導しときましたけど、最終的には、お金を生産するために車を売ったんですけど。どこまで動画になったか分からない。ああ、もう車売って、あいつが、お金払いますってなったんだな。はい、その、焼けたままの状態で帰ってきたみたいです。何もなかったかのように。あいつレンタカーも借りて金払わずにそこら辺に接して。マジっすか？そんなやつ雇っとる会社があって。でも、まあ、これ視聴者の皆さん、一般の人、まあ、職人さんが聞いてるとまあまあ分かる分かるって、そのやつうちの会社も入ってくるけどすぐやめていくもんねっていうのが分かると思うけど、一般の人聞いてほしいのは、こっちらと違うからね。はい、でその10人20人って入ってきてうちの宝探しみたいなもんだから職人って。そのコメントもありました。こういうやついてるわ、相手。でもこういうやつが戦力になってくるんや、相手。ないでしょ。まあでもそういうのも手塩にかけてな。そうです。そのコメントが多かったです。成長してくるのもあるし、まあ俺らも若い時あったもんね、あれだけど。でも使えるのになってたら20代後半からですよね。そう。前半はもうそんなことバチャバチャバカバやって、もうそこら中で仕事できませんとかなって、もう結局戻ってくるしかないから。まあそうだな。もう。でも、その、ここが合うやつはいいじゃん。テラとかお前って、もう、その最初の頃、お前結構真ん中だよな。仕事で言うんだけど。まあでもやんちゃなわけじゃん、夜遊んだりとか。でもこの真ん中はあるじゃん、人を裏切らないとか。いや、そのやんちゃでもそのバカみたいなやんちゃとちょっと違うやんちゃがあるっすね。あいつらは本当にもうやりたいことだよ。やりたいことだよ。で、車もうちの駐車場を置いて、まあ売り出しとんだけど、まあ売れましたと。で、書類取りに行きたいで車貸してくれて、車貸しちゃって、会社の車な。で、お前業務済ましたって、家賃取るぞって言ったのがあるって、業務済ましたって、
尿前処理かなんか地元に取りに行って、はい、住民票とかいるじゃん、はい、で着金がまだ1週間後からな、ね、そうですね、金が入ってくるのか、はい、なのに金取りに来て、はい、もう先に金貸してくれってで俺電話かけてこういう中に、はい、金貸してって言われて貸していいですかって、なんで俺が貸さなかったのって言われて、確かに携帯代がどうこうとか言うもんね、はい、でそれでそういあいつこっちに居直ってたらしくて、うん、何居直ったんですこっちはやることこっちはやることやったんですよみたいな、早くもらわないと困りますよみたいな。何から一番ってねえからって。いやあこいつもダメだな。こんなんね。ないやつは伸びないわ。でそういうのがない。だってありがたさってね。すいませんでした。1ヶ月しかおらんかったでしょ。みたいなところも多いけどね、普通だった。全然普通でしょ。あでもまあ最初に40万ある人だから全部そうだから。そうだから。まあ、まあでも社長は嘘と分かりながら、うん、ね、まあでも半分ぐらいは期待しとったけどね、うん、3分の1はもしかしたら、はい、だからまあ分からんことは考えん主義で考えてなかったけど、ああこれそうだなって信じてあげようかみたいな、まあそうですね、そういうのを見抜けん。いやでも社長はあの電話来た時すごい勢いあるやつ来たわって、どっちかというと期待してますよ。期待してますよ。いや期待してますよ。でも僕も電話の内容聞いてたんですけど、ほんまに一回ダメでも使ってくださいって。本当仕事には腕には自信あります。しかも会社が一回断って、そうです、ジムが断って、でそれでさらに来て、でまあいいや俺一回喋ったるわって喋って、まあそれって言うとこうやってみんな行ってくるといかんけど、はい、90年まあジムが、まあ、基本的にはもうジムが一回いろいろ判断して、うん、話し方とか。はい、まあ、その仕事のことは分からんから、うん、でそこがまあクリアできなかったけど、まあ、熱意があって電話してたから、ね、そうですね、うん、熱意感じちゃいました僕も。最初はでもこんな感じだったと思うんですよ、なんかみんなに対して、ね、悪いやつじゃないんだよ、本当にバカなんだろうな、本当にバカでいいことに対してそっちに行っちゃう、フラフラしちゃう、うん、そうそう、あなるほど、なんかなんか俺おじわもそう思うもん、嘘つきすぎてもうつくのが慣れちゃったみたいな、罪悪感っていうのはなくなってくるんだろうな、あと変な親からチームにいろいろ教えてもらってみたいな、あそうな、これやったらこうお金が少しでもお金が入るとか、そうだな、まあそうばっかりでも、視聴者の皆さん、あの核になっておるメンバーちゃんとしてますからね、はい、営業も職人もね、うん、10年選手は何人もだね、そうです、職人なんか営業より古い子ばっかじゃない、で営業もまあ中核メンバーは古いでな、まあ、営業は逆に新しい子いないか、水口ぐらいか、そうですね、そうだな、はい、あいつももうへこたれてる、水口もちょっと変わり者ですよね、あいつニコニコしよいこいな、だからまあちょっとあいつも弱いな、メンタルが、なんかあいつと喋ったら次イライラしてくるマジですよ、本当に なんか図面を書いてくれてるじゃないですか、一応、ああそれは本当に助かるんですけど、ああこの住宅のここはここ組みづらいだなっていうところ写真撮ってないんですよ、ちゃんと綺麗に4面とか撮ってあるある程度、あでもここめんどくせえ写真ちゃんと見たいなってとこわざと写真撮ってないんですよ、でただパッパッパッと撮るのね、いや違う、めちゃくちゃなんですよ写真は、でなんか寸法もなんかわざと書いてないとかここは、うん、だから僕一回それあのグループで飛んできてましたよね多分、で僕はその後にあの本社会議やってて図面の書き方あのみんなでその水口が書いた図面についてここはこうした方がいいって言ってあの井村店長がイライラしてる、いやほんまにそれ僕横で聞いてたぞミーティング、あこれこれお客さんにとってはすごい勉強なんじゃない、あ そういういろんなことがあっての、まあ本当俺は価格だと思ってるから、より安くよりいいものを提供できるかと思ってるから、うん、そこってやっぱこのノウハウじゃん、はい、足場がミニカーでいいよみたいな、普通足場屋さんって現状って絶対現場見に行くんだけど、ゼルダさんとトラック何乗せていいか分からんの、はい、一応ある程度そのもう行ったついでに営業部とか商談中契約色決めとかの段階で足場組む前に打ち合わせがあるので、そこで管理とかが足場に分かるように書面を作るんだよね、図面を、図面まではいかんけど、まあ、こういう風ですよ、ある程度の細かなやつを立てて、そうそうそう、でそれ見て積み込んで朝来るって感じですよね、そうそうそう、ああ、うん、でいくらしてもそれ会議やってました、会議やってました、まあまあそうそこはもうでも入ったばっかりのもあるな、もうこあいつこれ見たらマジでへこむと思うでも言ってくれるからいいですよ、まあでもそう割り切らないしね、うん、まあでもしょうがない仕事だで、そう俺まあ
最低限クリアしようよね、全然あいちゃん。そダメな、そのクソとかだよね。マシュマさんのやつに比べれば全然。じゃあ、やな、まあ。そうか。まあ、ヒデもあった。事故もあった。水口もあった。水口もあった。まあ、子供が、まあ、結構喋ったろ。かなり喋りました。はい。じゃあ、久々に、ギリシの登場で。本当久々じゃないの、どうも。俺全然、お前一台見てないもんね。見てない。1ヶ月だってないんじゃないか。1ヶ月以上あってない。すごい。お前らだって結婚したじゃん。翔も結婚したじゃん。ハンタも結婚したじゃん。タケに結婚したじゃん。なんか誘うとしたら、切り口岡部じゃん、俺。岡部行こうかって、岡部が決まってから、お前ら誘うぐらいで。そのなんかもう段階踏むのが嫌だもんね。もう、そしたらもうなんか、めんどくさみなのか。確かに、子供みんなちっちゃいから、ね。そう。そこまでお前らと別に飲みたいってことぶっちゃけないし、別に。わかる？毎日一緒に汗流しとったら逆に、たまには、いつも怒っとるでな、飯行こうかって。怒りもせんからと思うんですよ。お前らが責任持ってやってるやつだな。だってこの YouTube なかったら会うことないんじゃないですか。YouTube って一斉じゃん。お前それ悪口だろ、お前。まあでも YouTube って一斉でもそう考えたら。そうそう、それはあるよ。俺も YouTube やり始めてもう3、4年だけど、やっぱ職人さんとも会う機会増えたもん。はい。まあ、見えるよね。現場来るとまた営業のことが見えるし。だから久々に仕事を飯行こうか。ガシャーン。はい、終わり。はい、いや、俺、さっき言うの分かったから、これで締めたろうと思って。はい、いや、締めに。はい。さっき言うの締めに。はい。わかりました。